ワイズファクトリーの動画になっております。今日ですね、なんといよいよお仲間さん、お待ちどうさまでした。ワイズファクトリー初ですかね、中古車ご紹介動画ありがとうございます。ホンダのフォルチャというビッグスクーターですね。 MF06 っていうモデルになりますが、もう本当にね、フォルチャのね、初期ですよね。こんなん入ってきましたんでね、ちょっとご紹介動画。ワイズファクトリーやったことないじゃないですか、こういうのね。ねえ、B さん。ちょっとね、僕ちょっと、まあ、憧れもあったんで、やってみようかしらということで、はい。で、ホンダの、250cc の、ビッグスクーターのね、人気の火付け役というモデルになりますか。このフォルチャというのがね、イタリア語で、力強さとか、元気とか、そういう意味合いがあるらしいんですよ。ウィキペディア調べ。でね、で大体これが NSS の 250C3 モデルだったかな。モデルコードなんか見ると多分ね、2003年とか4年ぐらいのモデルじゃないかなって。で、簡単に言っても15年ぐらいは経ってるようなモデルなんですかね。まあどうなんだろう、画像でどんな風に映ってるかな。ちょっと結構綺麗ですか。まあちょっと死ぬほど磨き倒したから、まあ綺麗っちゃ綺麗だと思うんだけどな。はい、走行距離の方がね、現在36,923。どうでしょうね、きちんとメンテナンスしてやったモデルだったらまだいけると思います。いや、まあまあまあ、でもエンジンスパートね。で、マフラーがね、オーバー、あの社外製のマフラーが入ってるんで、まあ、ちょっとボリュームはあるのかな。まあ正直ね、そんな爆音でもなんかちょっとです。指導性もバッチリだし、なんだろうね、これね、ちょっとディスクローターなんかも社外製のものが入ってましてね。で、このフォルチャーなんかっていうと、あれかな、コンビネーションブレーキ装備してまして、後ろのブレーキギュッと握ると前のブレーキもうっすら効いてくれるというね、こういうコンビネーションブレーキを採用しておりました。はい。で、まあ、あとどうだろうな、こういうのをね、今ビッグスクーターなんかブームの火付け役だったモデルだけど、今も乗りたい方なんかいらっしゃるんですかね。どうなんでしょう。うちもたまたま、まあね、入ってきた車両で欲しい方なんかいらっしゃればね。とはいえ、やっぱり古いモデルなので、そうだな、まあ、バイカーの方はまあお休みで、ただ僕がね、ただもこう古いモデルに手入れちゃっても車体の価格が上がっちゃうだけなので、ちょっとまあ言うならば現状販売、リーズナブルなね価格でご提供できるように、ちょっと僕が手を入れない方向で、現状今走りますしね、特に機能関係問題ないし、まあ、安全点検レベルなんかはしてるんだけど、まあまあ普通の走行には差し支えないレベルかなという感じなので、まあよかったらね、何にもしないでお安くお譲りしたいというようなことがありますんで、まあ興味のある方、お問い合わせの方をこの辺にテロップが、バイカーと、お問い合わせ方法なんかがね、出るかも。お問い合わせいただけるといいと思いますよ。この黄色いフォルツァ、まあちょっとね、まだ綺麗な感じですけど、まあね、まだ眠らせるにはもったいねえなという感じですんでね。いかがですか、 P さん、これ現状販売。いや、母さんとか現状販売ってやってない、やるの。いや。うっそ、ぴょーん。あ、まだ P さん。すいません、風がまだ治ってないね。でも笑いをこらえて、笑いをこらえて。いやすいません、フォルツァー君の現状販売、しません。いや、まあ、なんつうんすかね、まあ、この子はね、あれですよ。まあ、業者のオークション行きか、ちょっとお付き合いしてる輸出業者さんなんかね、こう専門、輸出を専門に扱うような業者さんとかにお嫁に行くような感じかなという。うちはね、ちょっと店頭で、整備して再販するモデルではないなという判断です。ね、本当にコンディションが良くて何もしないで売れるもんだったら現状販売だって別
別に店頭で、ね、売ってもいいかなと思うんですけど、ちょっとねこの子に関してはやっぱり3万6千キロとやっぱりモデルがね、古いというところで相当手を入れなきゃいけないだろうと、そうすると売価に反映されると、店頭で中古車としてのね、役目としてはなかなか、どうなんでしょう。僕も本当にね、何も手入れないで、まあ、安く出しますよ、もう壊れなかったらラッキーですねみたいな売り方できないのでね、まあまあそういう感じですけどね、もう本当はね店頭なんかで修理して出せるようなものであればいいっちゃいいんですけど、ちょっとこの子は古いの、古くてねちょっと走行距離がねいっちゃってるのでね、こんなような感じでございますが、まあ、本当はね、どうなんだろう、その本当にお話ししたかったことっていうのは、現状販売であるとか、中古車を売るバイク屋さんの整備の内容の話であるとかね、そういうお話をしたかったんで、まあ、前振りにこのお話をちょっとさせていただきました。どうですかね、B さん、この中古車とか。この形のフォルツァってあれでしたっけ、うん、2気筒エンジンでしたっけ、単発でしたっけ、これ単発、SOHC のツーバルブ、しかもツーバルブね、あ、まあ、この頃ほら対抗馬としてはマジェスティ SG03J とかが出てきて、はい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 、あれこれ、マジェスティ、あ、そうか、同じぐらいに出てきたのかな、あとはまあスズキだとねスカイウェーブがあって、あ、そうか、ホンダだと上に行っちゃうとあれになっちゃうんですね、銀の翼になっちゃうんだ、あ、そうですね、シルバーウィンガーっていうのが、ね、大きい配置がありましたけどね、なんでございます。で、まあまあ、この子はね、店頭での再販はなしと、なんだ、すごいドキでございますよね、ドキドキしてましたよ、なんかそのなんか入り口のね、口ぶりだと本当に原販数だと思ってて、まあ、ね、業界でいうと現状販売ですからね、何もしませんから安く出しますよバーね、そうですね、まあ、この辺の話に関してはまた後ほど取ると思いますけども、はい、うちはまあ一応だらな、誤解を招くような内容になっちゃうと困るから、きちんと丁寧にお話はしたいけど、ね、うちは現状販売という形ではやってませんのでね、こういうやつはほとんど業者、対業者さん向けに、販売するようにしてますんで、ね、はい、その辺のところよろしくお願いいたします。まあ安心しました、はい、それではまた後ほどという感じでございます。